どうもお疲れ様です。暗号通貨ニュースです。まあ私がね、草コインの中で1点だけランキング100位にも入ってなかったようなコインで何年も追っかけてるのがあります。それがジンフィネットワークです。今ね、 XDC という形に変わりましたけども、いかがですか？1円前後の時に紹介しましたけども、じわじわと上がってきてね、2円3円時には何十円かという金額にもなりましたけども、一旦落ち着いて今5円6円をうろついていたところ、またね、またですよ、ここまで登ってきましたよ。ここまでね、8円に一瞬行って今 7.22 ですね。すごいでしょ。やっぱりこれなんですよ、 XDC の凄さってのは。細かい経緯をお話ししても難しいから分かんないと思いますんで、あえてここではお話ししません。難しいですからね。ただ単純に XDC は儲かる、これだけですだから1円前後でね、仕込んだ方結構多かったと思いますけども、もう十分でしょ、利益はね。で、この XDC、 イーロン・マスクが何かね、そばに寄ってきて、そうですよ、イーロン・マスクが今度ジンフィネットワークスについてツイッターなどで何かでささやくとどうなるかなと思ってます。まあちょっと支えてないんですけどね、まだね。まあしかしですね、ちょっと見ていただきたいのがこちらです。じゃーん、ツイッター、イーロン・マスクというね、アカウントで何を喋ってるかですよ。これたった3秒ぐらいの動画ですけどね、どうですか？ツイッターのマークと XDC の X のマークが交互に何かね、サウンドとともに現れてませんか？さあどうなるでしょうか？それは私にも分かりませんが、このまま XDC をずっと追っかけていくこと、それだけはね、今までと同じように皆さんにお約束申し上げます。 XDC の旅ももうちょっとですね。それではお楽しみに。